うわぁ。大丈夫ですか、主さん。なんのこれしき。というわけで皆さんおはようございます。あいにくの天気ですが、今回は山岳バイオームに来ました。お初の山岳地帯ですね。いつも見かけるポケモンとは全然違うポケモンがたくさんいそうだね。もうすでに初めて見た色違いポケモンを発見。小ヤバネブーですね。こんな顔と色だったっけ。おお、さらにメレシーコンビまでいるよ。黒と水色の配色になるんですね。こうなってくるとビアンシーも気になる。運が良ければ湧いてくれますよ。さて今回山岳地帯に来た目的は他でもない。リザードンをゲットします。これ確定事項。早くもリザードンをゲットするんですね。リクエストも多かったし。何よりも私が色違いの中でトップクラスにゲットしたいポケモンだから。無理をしてでもリザードンを捕まえたい。しかし今回はあいにくの天気。果たしてこの大雨でリザードンは出てくるのか。どこかの空洞で雨宿りしてそうですね。雨ごときでリザードンの尻尾の炎が消えるわけないし、もしかしたら雨をもろともせずに空を飛んでるかもね。お、アラガブリアスじゃないか。山岳地帯には超ポケモンがたくさんいますからね。今のパーティーのレベルじゃ全滅は避けられないだろうね。リザードンをゲットできれば大きな戦力になるだろうね。あ、そういえば主さん。どうした、ポチャ君よ。リザードンは夜には湧きませんよ。やっぱそうだよね。雨もすっかり止んで、爽やかな朝を迎えました。さあ、リザードンを探そうか。リザードンは空を飛んでいる時が多いですからね。殻の方も気にしながら探していきましょう。お、あの木の上で一休みしようとしているのは。間違いありません、リザードンです。やっぱり色違いリザードンはかっこいいな。なんとしてもゲットしてみせるぞ。これゲットするまで諦めませんね、主さん。あや、届いてない。ロングスロー。うむ、レベルもらい中に近い。まずは電気技で、ヘブレッグルの技引き継いでるの忘れてた。全然有効打がないですよ、主さん。来中がピンチです。くそー。なんでモンスターボールしか持ってないんだ。ちゃんと準備をしてくるべきだった。ってまさかの鳴き声。リザードンの鳴き声だと攻撃ダウンだけじゃ済まなそうですけどね。何にせよリザードンが攻撃してこないならこっちから仕掛けるぞ。せっかく鳴き声してたのにどうして挑発で封じちゃったんですか。それは私も思った。数秒前の私に警告したいよ。なぜ挑発を打ったのか。そして全然ダメージが入らない。なんでブレッグルの技を引き継いでしまったんだ。コラックセルモン7不思議に入りそうですね。ここはデデンネでなんとかしてもらおう。デデンネならさすがにブレッグルの技を引き継いでることはないでしょうね。なんとかダメージを与えてほしいところ。こちらのパーティーのエースとも言える雷中がああなってしまって、は、戦況も大きく変わるでしょうね。それでもデデンネがここまでやってくれた。この頑張りをミス見逃すわけにはいかない。これ以上電気技を打つと倒しちゃうかもね。よし、交代だ。キュウリアの念力でミリ残しを実現してほしい。いけ、キュウリア。耐えた。ここで混乱しちゃうのかよ。主さん、ここで決めるしかありません。全てはこのモンスターボールにかける。なんとしても私はゲットしたいんだ。さすがに準備を怠りすぎた。今度こそゲットしましょう、リザードン。ハイパーボールとクイックボールがあればなんとかなるだろう。さあ再び山上。天気もよし。この天気ならすぐリザードンに会えそうですね。やっぱり降っちゃうのね。やっぱり主さんは雨男ですね。この降りようだとリザードンも出てきてくれなそう。代わりにナットレイが湧いてますよ。ナットレイか。いやいやいや、私の今回の狙いはあくまでもリザードン。この目標から逃げるわけにはいかん。お、いたいたいた。ブラックリザードン。やはり何度見てもかっこいいですね、このポケモンは。この超絶かっこいいポケモンを今度こそゲットしてやる。あ、ちょっと行かないで。そうそう、そうやって降りてきて。よし行くぞ。リベンジ戦だ。最初のクイックボールで決まるか。さあ果たしてどうでしょうか。くそ。あと少しだったのに。ここでいきなりリザードンの先制攻撃。いきなり沼クロウがやられてしまった。今度は容赦なく攻撃してくる。超攻撃型リザードンか。さっきの鳴き声リザードンとはわけが違いますね。こりゃ全滅の未来も見えてきたな。しかしリザードン、デデンネに効かないドラゴンクロウで足踏み。
主さん、チャンスです。今こそデデンネの力を見せる時。おや、デデンネの体力が回復したぞ。トラポラチャージは与えたダメージの半分を回復する技ですね。まさか電気技にも吸収技があったとは。そしてデデンネお疲れさん、リザードン相手によくやってくれた。さあ今こそデデンネの頑張りが報われる時。よっしゃー、リザードンゲットじゃー。やりましたね主さん、ブラックリザードンゲットです。ゲットついでに雷中の技を変えてもらおう。さすがにブレッブル編成のままじゃ雷中が全く機能しないからね。雷中から毒針なんておかしな話ですよ。挑発とリベンジは残しておこうか。ありがとよおじいさん。さあ当てと、ブラックリザードンを見ていこうか。見てください、この圧倒的かっこよさ。黒の胴体と翼の赤色がこれ以上なくマッチ。通常色に引けを取らない、あるいはそれ以上のルックスです。メガ進化すればさらにかっこよくなりますよ。早くリザードンのメガストーンをゲットしたいな。このリザードン以上にかっこいいと思うポケモンをコメント欄に書いてくださいね。私はそれを求めて旅に出ます。かっこいい色違いオールスター手持ちなんていいですね。昔よくやってたかっこいいポケモンを育てるやつを今になってやるとはね。やはり時代が流れても変わらないものはあるようです。リザードンを見て感慨深くなってしまった主さん。アイコンですらもかっこいい。そして技構成も強力。さらに性格は頑張り屋さんだって。こや日の打ちどころがないリザードンだ。さらにリザードンを強化してもらおう。ハートの鱗必要なしに技を思い出させてくれるのがクセルモンのいいところ。さらにフレアドライブも覚えさせよう。これで物理、特殊ともに強力な技が放てるようになりましたね。メガ進化によって物理、特殊両方に特化できるリザードンはやはり最強。これからの成長が楽しみでならない。しかし一体どうしていつもこう雨が降っているのか。お、訪問客かな。トゲチックが遊びに来たみたいですよ。そのまま私たちの仲間になっちゃいな。おーおー、トゲチックが仲間になりました。リザードンに続くのは可愛い系のポケモン、トゲチック。なかなか顔を見せてくれない。おっ、来た来た。垂れた眉毛がまた可愛いですね。しかしこんな可愛いポケモンも光の石を使えば悪魔へ変貌を遂げるんだよね。王者の印は絶対に持たせないようにしてください。周りのポケモンに嫌われてしまうので。今回3体目のポケモンゲット、ルガルガンをゲットしよう。あれでもそっか、リクエストにあったのは黄昏の姿か。であれ黄昏の姿じゃない。もっかい確認してみよう。真昼の姿と違いがよくわからん。でも真昼の姿ってこんなに縦髪あったっけか。確かに黄昏の姿はこんな姿してたよ。ちょぽちゃぽちゃぽちゃ。もう一匹のルガルガンを見てはっきりわかりましたね。この縦髪が長いのが黄昏のルガルガンだ。黄昏の姿はレアだと思ってたが、まさかこんな簡単に会えるとは。さあ、一発で仕留めさせてもらうぞ。よし、クイックボールの勝ちだ。なるほど、時間もちょうど黄昏時、ルガルガンもその姿になっていたようですね。真昼の姿を見ていなければゲットを見送るところだった。まったくどんだけ雨が降れば気が済むんだか。リザードンもうんざりですよね。ポケモンゲットはここまでで、次回から開始する。まあ、建設プロジェクトみたいなものについて話そうかな。今現在、伝説のポケモンのような、突出した強さを誇るポケモンには特に手を出していないので、ボールの数はある程度足りているのですが、やはり伝説のポケモン相手となると、多くのボールを使用すると思うので、結構早い段階ではあるけど、ボール大量生成工場を作ろうかなと。なるほど、あの自動化でどこの数じゃボール生成の効率に限度がありますもんね。そんで、その機械作成に必要なスライムボールを、沼地にいるポケモンたちからもらおうってわけ。かなりの数が欲しいからね。そうそう、こういうポケモンからね。ちなみに工場なのですが、モデルとかは考えてるんですか？そうだね、タタラ製鉄城モチーフにしようかな。個人的に思い入れのあるシリーズの建物だし。あ、今の建物の名前がわかった人は私と同世代。主さんは新大地方の建物に結構こだわりますからね。こういう形で少しでも新大地方のことを思い出す、または知ってくれたらなぁと思います。ちなみに最近のこのシリーズで流れているのはほぼ新大地方の BGM です。さあ当
て、スライムボール集め頑張るかなー。